おはようございます。一ノ瀬はじめです。おはようございます。今日も喉カラカラです。カラカラでも、じゃあ水いただきます。今日もサラダから朝飯がスタートです。そうですよ。今日のキュウリはちょっとなんかバラバラ並んでます。盛り付けを失敗したことを認めたいと思います。はい、よくできました。OK Google、今日の天気は、今日の港区は予想最高気温26度、最低気温12度で晴れ時々曇りでしょう。港区は現在15度晴れです。おお、だんだん20度後半になってきたね。いいじゃない、はい。本日の汁物は先日から続いてるスープと、メインはウインナー。いただきます。綺麗に咲いたね。もう4月に入って花盛りだね。それではお仕事行ってきます。はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はね、 GoPro のヒーロー6を使って、マイクはね、マイクアダプターをつけて、いつものちっちゃいマイク、ちょっと名前がねはっきりよくわかんないんだけど、そのマイクをつけてちょっとね、いつもタイムラプスをヒーロー5で撮ってるんだけど、今日はヒーロー6で動画でねちょっと喋りながら撮ってみたいと思います。いつもはね、まあ車運転中にこう喋りながらね撮ることはあまりないんですけど、今日は多分ね撮る機会がほとんどないので、ちょっとお試しでね喋りながら、マイクどれぐらい撮れてんだろうな、これ結構距離的には離れてますけど、1メーターちょっとで、マイクこっち向いてないんだよね、助手席側を向いちゃってるんで、本当に音がちゃんと撮れてるのかどうかっていうのがね謎で、まあ今からねお客さん連れて、ランチしに行くんですけど、今日何食べるのかっていうと、うなぎです。でお客、まあ、僕を通してちょっとね運送会社と運送会社をくっつけるような話を、まあ、3社でね、喋りたい、話し合いながら、まあ、うまくいけばいいんですけど、なかなかねランチでって考えるといい店がなくて、そばか和食系にどうしてもなっちゃうよね。洋食でおっさん3人がね、昼から喋りながら、洋食でランチしながら喋るっていう感じはなかなかねちょっと難しいかな。そうするとねどうしても和食になっちゃう。いつもはね夜、飲みながら喋ることが多いんですけど、まあ、今日のメンバーはなかなかそういうわけにもいかないので、3人でね、まあ酔っ払わないうちにシラフの状態でちょっとお仕事でお話をしようということで、今日はね、ランチで、なのでね昼のランチの風景を、いつものようにね GH5 で撮って、それをまあ Vlog に上げるということがなんか今日はできないので、母ちゃんもいないしね、キャラとしては全然おっさん3人が食べてるところを撮っても面白くないと思うので、そこに行く道中のね感じを今回はこのヒーロー5じゃないヒーロー6で撮ってみたいと思うんですが、いつもはねヒーロー5でタイムラプスで撮ってて、あの画質なんだけど、今日は本当に久しぶりにヒーロー6、久しぶりってこともないけど初めてかな、この車に取り付けて喋りながら運転して撮るっていうのは、ちょっと暑いんで窓開けてるんでね、この風切り音もどこまで入ってんのかっていうのがねちょっと分かんないけど、どうでしょうかね。一番心配なのはやっぱり音声だよね。いつもは胸のところにね GoPro Hero 6をつけて、鳥散歩もどきをたまにやることはあるんですけど、このねちょっと1メートルちょっと離れたところに置いてこう喋りながら撮るっていうのがねないので、音声が入っ
ちゃんと入ってるのかどうかっていうのはすごく不安ですね。画質的にもこの 4K 動画で今 4K30 フレームで撮ってるんですけど、ヒーロー5の、なんていうのかな、タイムラプス、車載タイムラプスの画質とどっちがいいんだろうね。いつもダヴィンチリゾルブで色をいじるときは本当にね、ドリキンさんどうやってやってんだろうっていうぐらい全然あんな画質にならない。ドリキンさん最近ちょっと褒め、僕のね、Vlog の質が上がってるって褒めてはくれてるんですけど、自分的にはねなかなかあの画質に追いつけないんで、難しいよね。まあね、全部教えてっていうわけにもいかないですしね。あ、ちなみにね、今日これもうかなり4月になって日差しも強いですし、昼間明るいので、ND8 の ND フィルターを GoPro にはつけてます。今どうかな、見てる感じでは、まあ、結構いい感じで色合い出てるかなと思うんだけど、結構広角側でね今撮れてる、水平出てるかな。あとねこれ手ブレは、もちろんオンにはしてあるんですけど、運転中にねこうジンバル、ドリキンさんはねあのカルマグリップで、ジンバルつけて安定感を出してるんですけど、僕はただ単に吸盤でねペタッとつけてるだけなので、その辺でブレがどうかっていうのも気になりますね。この間のね iPhone でやった時はあのなんていうの、 iPhone の手ブレでふわふわ現象が出ちゃって、一部見にくいところもあったかと思うんですけど、まあ、でも GoPro の方がね iPhone よりは圧倒的に画質はいいと思うんですね。なのでこう見てる感じではね、すごくいい。 iPhone はね本当にね昔はすごく綺麗だなと思ってたんですけど、 GH5 とか使い出すとねこれはちょっとしんどいなっていう感じがやっぱりしてきちゃいますね。特に大きい画面で見たときに、まあ、iPhone を否定するわけじゃないですけど、あれはあれでねすごくいいとは思うんですけど、まあ、まだこの辺も桜綺麗に咲いてるね。今日のディスコードでもうマッサンがね桜は飽きたって言ってましたけど、この感じすごく綺麗じゃないです。もうかなりでも散ってきてるよね。緑色になってきた。あとちょっとでお客さんとこに到着するかな。結構でも喋れるね、喋ろうと思ったら何でもないことは、ネタはないんですけど、この川沿いがね僕すごく好きな景色なんですけど、もうちょっとね左行くと歩いてね行けるんですけど、うわびっくりした、自転車本当危ないよね。それじゃあちょっと到着するのでここまでにしたいと思います。はい、食事終わってお客さんをね会社の方に送り届けてきました。うなぎ美味しかったね。窓開けてるとやっぱうるさいな。かなり暑いね車内は。もうちょっとほぼ、ま、夏とは言わないけど汗ばんでくるね。窓閉めると本当にもうクーラーかけないと厳しい感じですね。いや今日は名古屋の 名物というか、まあ名古屋飯の、ひつまぶし、うちの近所にあるね、かなりこの近所でも有名なうなぎ屋さんに行ってきたんですけど、ほぼほぼ満席で、まあ、なんとかね早い時間に行ったので問題なく食べれたんですけど、美味しかったね。でも、まあ、ひつまぶしってね僕あんまり食べないんですよね。出汁を入れる前にうな重の状態で
食べて、それがうまいんで、もうそのまま食べき、気がついたらないというね。もうどうでもいいか、その話は。とりあえず、まあ喋ることもないな。どうしようかな。ドリキンさんな、よくあんなにネタあるな。あ、そうだ、 GH5 のあの設定がね、昨日もやってたんですけど、F 値のオートに関して言うと、本当にあれ効いてんのかなって思うんですけど、あれ他になんか設定あるのかな。 F 値がオートになってても、結局ね、ものすごい光入っちゃってて、全然色出てないんですよね、白飛びしちゃって。なんで、あれみんなどうしてんだろうね。 AI モードで撮るのもありちゃありなのかもしれないですけど、それだとね、全然面白みもないですし、どういう設定なんだろうな。いろいろ試してはいるんですけど、F 値オートにして、まあ、暗いというか、それなりの光が当たってるところだったら、まあまあ綺麗には撮れるんですけど、今日みたいな日をね、外で撮ったら本当に何も映らないことはないけど、空なんか真っ白になっちゃってるし、ちょっとね、明るい被写体、例えば白いお皿だとか、まあ、外に白いお皿はありませんけど、白い色のものとかね、まあ、白っぽい明るい色のものを撮ると、もう全然色出てないです。影とかもね、ついてるんだけど、影すら飛んじゃってる。で、輪郭だけ分かって中が全然分かんないとかね、そんな感じなんで、 ISO 感度もオート自動で、F 値も自動で、シャッタースピードだけ固定っていう設定にはしてあるんですけど、何なんだろうね、あれ。絞りだけはね、本当に自分でやんないと、オートでは全く対応できてない状態が今の設定ですね。あれ、どうす、本当にもう一回よく見直さないと全然ダメですね。さあ、そろそろこの信号変わって橋を越えたらもう会社なので、今日はこんなところかな。まあ、ということで、今日はこの後また仕事をして、今日はもう午後から嫁さんがね、子供連れてお袋さんのいる実家に戻って、金曜日までは帰ってこないんで、晩飯をどうするか考えながら今日はお別れしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。